久野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら、ノウハウは戦略ではなく組織に宿る。うん、どういう意味ですかこれ。どういう意味ですか。分かんないよね。会社にとってね、戦略って大事って言われるの、ね、組織は戦略に従うって言ってね、戦略が上で組織が下な、目標を達成する手段が戦略、そしてその戦略を実行するのが組織、なんですけど、戦略っていうのはね、優位性が必要。ただし、ノウハウっていうのは人に宿るんですよ。その組織のノウハウ、いろんなもの人が持ってる、組織が持ってる。そうするとね、そのノウハウを身につけようと思うと、企業がものすごく時間かかる。組織を育て、人を育てて、初めてそのノウハウが組織に蓄積され宿る。つまりそこがね、人の考え方であり習慣であり文化の状態まで持ってこられる。長い長い蓄積によって溜まってきたのがノウハウだから、これはね、実は簡単に他人に真似できないの、ノウハウって。で、戦略はね、実はね、真似できるの。だから本当に真似できないものっていうのは組織上のものだから、こっちを大切にしないといけない。でも一見我々はね、短期的に利益が出る戦略的優位性だけを考えるんですけど、その戦略的優位性が長期にわたって続くかどうかは組織の在り方なの。ここがね、すごく大きなポイントで、組織と戦略の役割っていうのはね、もう大きく違ってんの。まあ、戦略が間違ってたらそもそも利益出ないんですけど、戦略のポイントはその戦略の優位性が続くかどうかな。続くかどうかっていうのが組織のノウハウのポイント。だからいい戦略を持ったら次はその優位性が続くようにしていかなきゃいけない。他人に真似できない、それが組織作りであり組織ノウハウってことなの。ここがね、ポイント。